今回はカニカマと春雨のからしマヨサラダを紹介するよ。山佐のさっちゃんお料理コーナースタート。まず鍋にお湯を沸かし、春雨をパッケージの表記通りに茹で、流水で洗い水気を切ります。次にボウルに春雨、食べやすい大きさにちぎったレタス、ほぐしたサラダマリアージュ、マヨネーズ、レモン汁、醤油、からし、塩コショウ、白ごまを入れてよく混ぜ合わせて出来上がり。今回の料理におすすめの商品はこちら。みんなも作ってみてね。また来週。